中国海軍の003型空母の進水式が近づいています。この間に採用されて注目されているのが、電磁式カタパルトですが、果たして本当に動くのかどうか、疑問なのは私だけではないと思います。中国の自慢の空母遼寧、山東の2隻には、ほとんど動きがないようですが、それから判断すると、実はうまく稼働していないのではないかという見方もされています。そんな状況の中で、仮想敵国と見ている日本が空母を作るという噂を中国は黙ってはいないでしょうね。今回は、こんな中国の護衛艦出雲を過度に意識している様子について見ていきたいと思います。実質的に、日本、アメリカ、イギリス、オーストラリアの4国が中国を包囲している状況になっていますが、情報統制の厳しい中国からは、当然のことながら、軍備に関わる情報は何一つ入ってきません。しかし、隠しているステルス戦闘機の数は大量と言われ、すでに艦載可能状態とも言われています。毎度のこととはいえ、底知れぬ怖さを感じますね。そのオーストラリアが原子力潜水艦導入を決定しました。この情報に日本も原潜を導入するのかと懸念の声が上がっていると聞きます。また、アメリカではあのお騒がせトランプ氏が再び大統領選へ向けて動き出したという噂もあります。トランプ氏が再び権力の座についたら、対中国政策は以前よりも強硬なものになるでしょう。となると、日本も無関係ではいられません。軍備増強を依頼というより、トランプ氏のことですから命令してくるのではないかと邪推してしまいます。海自最大のヘリコプター搭載護衛艦出雲型は、現在、ストブル、短距離陸、垂直着陸機の F-35B ライトニング2を艦載する空母にするための改修が進められています。飛行甲板の耐熱化改修を出雲が完了したのは2021年6月のことでした。そして11月3日には四国沖太平洋上でアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B 戦闘機が垂直着艦と短距離発艦に見事成功しました。これによって出雲は空母としての第一歩をスタートしたというわけです。この情報を受けた中国メディア網益と香港メディア鳳凰英視は何やら主張を展開しているようですよ。中国メディア網益は出雲での F-35B 発着艦試験を報道した上で、日本の軍用艦艇上で固定翼機の発着艦は戦後初めてである。出雲はヘリコプター護衛艦のふりをしていたベールを捨てて、いよいよ軽空母としての本性をむき出しにしたと主張しました。出雲の基準排水量に関しても、我が国の遼寧5万8500トンと比較して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機の F-35B は、第5世代ステルス戦闘機で、我が国の J-10 や J-15 を圧倒する能力を持っているので、出雲戦闘力は遼寧より高く、強い空母になるため、我々は警戒する必要があるとも論じています。F-35B 戦闘機については、ステルス性能でも J-15 よりレベルが上ですし、搭載しているアクティブフェーズドアレーレーダーも、J-15 は、そのレーダーを使用しても 40km まで接近しないと F-35B を探知できないに、F-35B は 200km 離れていても J-15 を探知できますから、その性能差が明確であるとも報道しています。蒸気のことを停止した後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいであり、遼寧の搭載機数は
出雲よりはるかに多いが、総合的な戦闘力では出雲が遼寧よりも強大であると認めざるを得ないから、中国海軍は日本の軽空母を絶対に甘く見てはいけない。もっと、もっと警戒を強めるべきだと指摘しました。香港メディア、名前だけ、香港、実質的には、中国の鳳凰衛視も、10月9日に出雲、モノ F35B 発着艦試験の記事を掲載しています。その中で、海自は、いずれ2隻の空母を保有することで、能力を大きく向上させ、中国が、増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を持つことになるとも分析していたようです。結論としては、日本は、南シナ海問題や尖閣諸島問題のため、中国を常に仮想敵国視している。軍事的に対抗するために、多額の予算で、自衛隊の装備や武器を増強している。出雲、肩を、ヘリコプター搭載護衛艦から、軽空母に改修したことも、その証拠の一つであるという論を展開しました。仮想敵国視しているのはお互い様のような気もしますけどね。軽空母になった出雲、肩護衛艦には F-35B 戦闘機なら14から18機艦載可能です。日本がアメリカから購入予定の F-35B が42機なので、この F-35B 全てが空母艦載機として使用されることは間違いないでしょう。伊豆元加賀の改修が終わって、空母としての運用が実現し、海地が空母打撃群を編成できるようになるのは、早くても2026年以降の予定です。しかし、その前に、中国海軍が3隻目の空母を就役させて、最新鋭艦載機を MAX130 機搭載可能になっているわけですから、日本が2隻を運用できたとしても、量も質も、中国海軍が上回っています。中国の軍事力に圧倒されてしまうことは容易に想像できますね。前述の鳳凰衛視の記事は、日本の海自、空自の戦力強化は、もはや、自衛の枠を超えている。敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、日本は原潜を保有する可能性さえあると言って、日本が軍国主義を復活させようとしていると警戒をロアにしているようです。阿見駅では出雲、加賀は中国空母の脅威になると主張し、鳳凰衛視は出雲、や加賀は中国空母の敵ではないから、心配する必要なしと主張しています。二つを比べると、正反対の主張のようにも見えますが、その根底に流れるのは、出雲、肩護衛艦が空母になることは、脅威であるという共通認識と推測されます。中国海軍が、最新鋭空母艦載機として、配備を進めている、J20 戦闘機ですが、最新鋭と呼ぶには疑問があります。ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機の範疇にありますが、本当のスペックはアメリカ空軍が1983年、昭和58年から2008年、平成20年まで使用していた世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度です。つまり、最新鋭とは言えない機体ということがお分かりでしょう。万が一尖閣諸島問題が悪化して、海おのずと中国海軍の空母による軍事衝突が起こった場合には、出雲と加賀に乗せている F-35B 約40機だけで、中国海軍空母3隻の J20 戦闘機130機と対抗するのは、どう考えても無理でしょう。となると、有事の際には、アメリカ海軍の空母打撃群からサポートしてもらわなければ敗北してしまうと思われます。
現時点で海自の真空母建造計画はありません。出雲型と同じヒューが型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もありませんが、日本としては中国海軍と軍事衝突した際に頼りの日米安保が機能しない事態も想定しておくことが絶対必要でしょう。安全保障をアメリカに頼り切っている日本ですが、果たしてアメリカはそこまで信頼できる相手なのかも考えてもらいたいものです。同盟国といっても災害や戦争の時は自国ファーストが当然ですからね。思いやりをむしり取られているような気がすることもありますよね。中国の空母3隻耐性プラス130機の艦載機に対抗するためには、南西諸島に日本版空母キラーと言われる長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると思われます。ことと次第によっては、尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させるという考えもありますが、戦争の火種をまくようなものですから、さすがに止めた方がいいでしょうね。そこまでやったら、アメリカも無条件に日本の味方をするわけにはいかなくなるでしょう。空母建造計画はすぐには無理ですが、ミサイル部隊の展開にはさほど時間がかからないのだから、射程距離の長い追艦誘導弾の能力向上型開発などを進めながら、配備を急ぐべきだという意見もあるようですね。